真ん中の娘がスタバでバイトを始めました。そんなくだらない理由でスタバの株を買ってしまいました。残念。難品親父です。本日のテーマは難品親父が狙う後配当銘柄、割安たくさんあるよ。 ということで後輩と銘柄で私が今狙っている銘柄買っている銘柄をご紹介いたしますのでぜひ最後まで見ていってください。 まずはですね気になるニュース一1つだけお伝えしたいと思いますサハリン2の権益維持を目指す政府方針、勝者と調整ということでこちら、ですねロシアの石油・天然ガスのサハリン2の権益維持、こちらがですねプーチン大統領が新会社に腰支配下に置く大統領,に領令に署名してですねこちらの三井物産と三菱商事 ですね権利を失うんではないかというふうに非常にですねもう懸念があったんですけれどもどうやらですねなんとか政府が動き出したということで三井物産、三菱商事ひょっとすると週明け株価の方上がるかもしれませんがまだです、ね、非常に不 権益を維持できるかどうか不透明というところもありますのでこちら慎重に動いてこのニュース引き続き注目していきたいと思いますそれでは私が注目している銘柄たくさんあります、まあ、10個以下ですけども今買っている銘柄をご紹介したいと思います まずは東京海上ホールディングスとなっております。で現状ですね、p e r 1 2 3倍、PBR1.3 倍となっており、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけども、配当利回り3.9%ということになっておりますので、まあ、ここからですね、下がってくるようだと。 またですね、私狙いたいなと思い今非常に注目している銘柄でありますし、時価総額は大きいですしね、非常に安心、安定の東京会場ということで注目しております。続いて二つ目です。 オリックスになります優待がです、ね、なくなって非常に残念というところはあるんですけどもそれでも配当利回り3.9%配当成功32.8%というところを見てもです、ね、まだまだ余力ありますし時価総額も大きいですし、まあですね、ちょっとですね、まあ、ウクライナ侵攻の影響もありリース関係が不調というところもありますが大幅な減益と。 いうことはなさそうですので、こちらもまだ注目段階というところであります。続いて三菱商事になります、先ほどですね、サーハリン2で上げた三菱商事ですけども、こちらですね、時価総額5.72兆円、それから PR6.7 倍、PBR0.8 倍と、も割安圏内に入ってきております。 それで、ですね、配当利回り3.9%で、配当成功23%ということもありますし、まあ、配当利回りがです、ね、4%を超えなくても、もう今、十分にです、ね、一時期を思えば安値圏内と。 とといいうことでこででちららはすすね私先週から買い出しております、まあ、サーハリン2も気になるところではあるんですけども、この子会社のローソン、これが非常に好調で、か、まあ、唐揚げくんが非常に好調で,、まあですね、過去最高の売上だったというところを見ましても、三菱商事、株価低迷中ということは結構割安ではないかなと思い、ちょっと買っております。 続いてですね、ちょっと休憩ということで、私、昔はですね、このような女性を載せていたんですけども、女性の方からですね、あまり評判良くなかったんですけども、どうやら私の動画見ている方は95、95%以上が男性ということで、ちょこちょこ女性の写真ですね、こちら、ちゃんとお金を払って、私、この写真貼り付けておりますので、ご安心ください。それでは続いて、 三井物産ご紹介しますこちらも三菱商事と同様サハリン2の動向が気になる銘柄なんですけども、高配当銘柄であります。で、時価総額4兆円を超える大きさで、PER5.7 倍、PBR0.8 倍と三菱商事よりも割安感ありますし、配当利回り4.2%で配当成功18%とかなり余力ありますし、前期ですね、絶好調でありました。それに 思えばです、ね、非常に今、割安ということで三井物産もです、ね、今、一番力を入れていると言っちゃいけませんね、2番目に力を入れてますね、私ですので、先週なんか毎日買ってました、ぜひ皆さんも検討してみてください。続いてご紹介する銘柄 三菱 UFJ フィナンシャルグループということで、銀行株であります、後配と銘柄であります、時価総額8兆円を超える銘柄になっておりますて、PBR、0.5倍ということで、で PR、出ておりませんが、約8.8倍ぐらいだと思います。 入っておりまで4.6%で、配当成功31%ということで、株価、絶好調だったんですけども、先週末、かなり落ちました、これはです、ねまあ、アメリカのです、ね、JP モルガン、こちらの業績の下振れ、自社株買いの一時停止で、JP モルガンが3.5%、大幅安となって モ、ね、ルガン・スターレイもです、ね、投資部門低調で予想を下回る決算ということでアメリカの金融関連株が下落し国内のメガバンクにもそれが、えー、波及したという感じとです、ね、あと FRB ですね、市場の利上げ、こちらがですね、時期創創ということで1、1%上がらないんじゃないかという憶測も流れまして、株価、かなり落ちました、701円で4.6%ということで、こちらですね、来週から私、これ、コツコツ買っていきたいなというふうに思っております。 続いて、ですね、ご紹介する銘柄、住友商事、な、ま、ん、あ、といってもです、ね、目を引くのが、買当取回り4.9%もありますし、あと、ですね、まあ、時価総額2兆円なんですけども、PR6.2 倍、PBR0.7 倍と割安圏内であります、ただし、ですね、業績の方がいまいちまだ回復してきてないというところからですね、株価、えー、低迷しておりまして、配当利回り、かなり上がってきております。 まあこちら、ですねやっぱり住友系ということで、まあ、安心安定というところから見ますとですね、まあ、全然いいんですけもただ、ちょっと業績が微妙というところもありまして、まあ、ちょっとですね、まあ、買い控えじゃないですけどもちょこっと落ちたところを拾っているということで毎日はちょっと買えてないんですけども配当利回りが5%になる。 超えてくるようですねちょこちょこ買いを入れていきたいなと思っている銘柄であります続いてご紹介する銘柄はですね三菱 HC キャピタルとなります、まあ、日立キャピタルと統合経営しましてもう1年以上経ちますが時価総額8000億円ですねと、まあ、微妙なところではあるんですけども PER8.1 倍、PBR0.7 倍と まあ割安圏内でありますし、この売上高だから統合の効果、非常に大きかったと思います、ただ RE です、ね、ROE が思ったほど上がってこなかったというところはです、ね、まあ、ちょっとリースの関係。 あとウクライナ侵攻の関係、こちらがですね影響があったのかなというふうに思いますが、配当制限は40%と若干高いですけども、今後もですね経営統合の効率化、こちらが進めば、ですねさらに ROE が上がってきて、ですね利益の方も上がってくるんではないかということで、こちらも非常におすすめの銘柄でありますが、三菱 HC キャピタル、本日ご紹介する 銘柄の中では3番目押しぐらいという風うになっておりますで2番目が私先ほど挙げた三井物産ですねえ続いてご紹介する銘柄ですねマールベニです まあ費者ばっかりじゃねえかと言われそうなんですけども、まあ費者が逆を言えば狙い目ということになります。時価総額2兆円で PR5.1 倍、BBR0.9 倍と、やはり勝者はすべて PR10 倍以下、PBR1 倍以下ということになっております。配当利回り5%超えてきました。配当成功25%と、まだまだ余裕がありますが、こちらもですね業績回復中というところを なんですけども、今後がですね、えー、もう注目したいんですけども、今非常に割りやすないということで、私、丸紅も、まあ、ちょこちょこ買っております。続いてご紹介する銘柄本日、一押しの三井住友フィナンシャルグループであります。こちらの三菱 UFJ と同様ですね、週末かなり下げました。で、時価総額5兆円、PR7.5 倍、PBR0.5 倍ですね。 それから5.5%で,で、すこちらですね、配当成功40%なんですけども、累進配当政策ということで、減配しないよということをですね謳っておるので、非常に心強い銘柄なんであります。 えですのでね、本日の一押しは三井住友フィナンシャルグループということでえ、先週からですね、慌ててちょこちょこです。慌ててもちょこちょこしか買わないんですけども、<coughs> すいません。ちょっとですね、まあ、慌てて買うと痛い目に遭うということで、まあ、ちょこちょこなんですけども、一押しは三井住友フィナンシャルグループということにしておきたいと思います。 そんなです、ね、三井住友フィナンシャルグループ4000円、5000円もする銘柄はです、ね、40万円、50万円いるよと思わないでくださいネオモバを使えば4000円、5000円から買え1株から買えますし手数料も50万円までだったらです、ね、ほぼ無料200円ぐらいかかりますが t ポイントで返金、返金というかね、ポイント付与がありますし、ネオモーバーがちょっと嫌いだよという方は、ね、ぜひマ、まあ、ネックス証券のフェルシー、こちら、非常に見やすいですし、使いやすいですけども、ネオモーバーよりも、まあ、売買手数料が若干高めという感じですので、まあ、売却するときの手数料がちょっと高いですので、皆さん、ぜひよく調べてから検討してみてください。 本日のまとめです。個人的にはです、ねまあ、皆さん見ていただいた通りわかるかと思いますが、商社株、こちらが非常に割安になっておりますので、商社銘柄を狙う、次に金融銘柄、銀行株ということなんですけども、週末、ですね、かなり UFJ、三井住友下げましたので、ちょっとここですえ、ね、先週、 半ばに作った資料ですね。ここちょっと訂正したいと思います。三井、先ほど言った通りですね。三井住友を中心に。来週は買い集めたいと。ね、次に三井物産とかですね。まあ、三菱商事。丸紅等を狙っていきたいなと。あと、三菱 U F J をですね、私。 一株も持ってないですね。ですので、ちょっとどっかで一株を買いたいな、というふうに思っております。そんなですね、銘柄、ネオンオーバーでコツコツと買い集めるということで、100株、単元株で買うと、あっという間にです、ね、20万、30万、40万と、あっという間に飛んでしまい、私のボーナス、一気に飛んでしまいますので、私、ボーナスもすでに使ってしまいましたが、皆さんもですね、ネオンオーバー、フェルシーでコツコツ買うのをお勧めいたします。 しかしながら、ですね今現状、商社、金融銘柄が割安ですけども、いつですね、えー、他の銘柄が安くなるか分かりませんので、他のセクターの関心も怠らないということで、まあですね今、結構外食系、医療系も絶、ね、回復してきておりますし、あとですね、 ドラッグストアですね。こちらも結構株価安くなってきております。ただし、利回りがあまり良くないということから不人気でありますので、こちらもですね、ちょっと監視を怠らないでいようかなというのと、あとはですね、不動産関係ですね。 あのー、ハウスメーカー、こちらもですね、積水ハウス、こちらもですね、ちょっとチェックしてみるといいかと思います、積水ハウスもたまに今買っております。で最後にになりますががファイヤーには安心安心定の後輩透明柄が必須 で,ありますえですので,です、ね、時価総額が大きくて利回りがよく PR、PBR が割安圏内の銘柄をコツコツ買っていき、えー、積み重ねてですね配当を毎月受け取りです、ね、自分年金を作りファイヤーを目指したいと思います。 本日はですね、いろいろと銘柄をご紹介しましたが、私の一押しはですね、三井住友、それからですね、丸紅、あとはですね、まあ、三菱商事もなったんですけど、あ、三菱 HC キャピタルですね、えー。こちらなんか今、来週中心に買っていこうと思いますが、ちょっとですね、赤水ハウスもちょこちょこ先週から買っております。えー、赤水ハウスもちょっとチェックしてみてください。 本日は以上となります。最後まで聞いていただいた方、ありがとうございます。ぜひ最後まで聞いたよという方、コメント欄に何かコメント残してくれるともっと嬉しいです。あとチャンネル登録されてない方、チャンネル登録ぜひお待ちしております。本日は以上です。ナンピンオヤジでした。